FK スラビアは、ボスニア・ヘルツェゴビナイスト地のサラエボを本拠地とする、セルビア系のサッカークラブ。1908年に設立され、第二次世界大戦後に解散するが、1992年に復活した。1908年、サラエボのギムナジウムの学生たちによって設立された、スポーツクラブを起源とし、クラブは、ダッキー・スポート・スキークラブ、または、 スレットン・ジョス・コール・スキー・スポート・スキー・クラブと呼ばれた。そして何人かの学生がザクレブに赴いた際に、試合方法を紹介され、サラエボに初めてボールを持ち帰った。しかしボスニア・ヘルツェゴビナは、オーストリア・ハンガリー帝国に併合されており、当局が、いかなる結社の活動も、禁止とする法令を出していたため表だった活動は、行われなかった。1909年初頭、 クラブはゴールポストもない広場で練習をする状態でサッカークラブとしての活動を始めた。クラブは SK スラビアプラハを参考にクラブカラーをハンスラブ色にも含まれる赤と白に決めた。1911年、クラブはウィーンの軍人選抜を相手に初試合を行い4対2で勝利した。1912年はオーストリアハンガリー帝国の植民地だった。 南スラブ人地区を回り、親善試合を行った。初のサラエボ外遠征は、スプリトで地元のハイデュークスプリトと対戦した。最初の試合は4月7日に行われ、ハイデュークが4対1で勝利した。4月8日は前日とは違う試合を見せ、SK が2対1で勝利した。また、この2試合を告知するポスターには、クラブ名をオスマンと記された。 これは前日の法令に加え、クラブにまだ正式名称が存在しなかったために、ムスリム人の男性名で使われる、オスマンというおかしな名前を、スプリト側が作り出したと言われている。第二次バルカン戦争の間、民族主義が表に出始めると、クロアチア系のメンバーはクラブを離れ、ハーバッキースポートスキークラブを立ち上げる。 セルビア人が主導となったクラブは名称をセルピスキースポートスキークラブと改めた。改名をしたクラブは存在を公式のものにするべく活動するが、まだオーストリア・ハンガリーの法令下にあった当地では困難な状態が続いた。1913年末には新しいホームグラウンドを完成させるが、長期間にわたり状況は好転しなかった。 1914年6月サラエボ事件が起こり、オーストリア・ハンガリーがセルビア王国に宣戦布告。第一次世界大戦が始まり、ボスニアうちのセルビア人の状況はますます困難なものとなった。彼らの多くは捕らえられるが、強制的にオーストリア・ハンガリー軍に徴兵されて戦地に向かった。SSK メンバーの多くも例外ではなく、新しいホームグラウンドもボートと化した。 クロアチア人、ボシュニャク人に焼き払われた。対戦後、当地にユーゴスラビア王国が成立すると、1919年に活動を再開した。1921年、名称を SK スラビアへ改名する。この後、数年をかけクラブは4000人収容の新スタジアムを建設した。学生クラブが原点ということもあり、クラブは若い選手を中心に活動した。 1930年シーズン、スラビアは王国内のトップレベルに初めて姿を見せた。大会は6クラブによるリーグ戦で行われた。このシーズンは2勝6敗6引き分けの行為という成績でトップレベルから弾き出されることになった。トップリーグに復帰したのは1932年。リーグ戦は秋春制に姿を変え、参加クラブは11に増えていた。 このシーズンは7勝11敗に引き分けの9位でシーズンを終え降格を免れた。翌シーズンはトップリーグの開催はなく1934年に参加クラブが10となりリーグは再開。スラビアは7勝10敗1引き分けの7位でシーズンを終え再び降格を免れた。1935年から1936年のシーズンはスラビア躍進の年となった。 14クラブが参加したリーグ戦は、ホームアウェーで行われるトーナメントとなった。1回戦は、セティニエを相手に5対4で勝利。準々決勝では、スコピエのグラジャンスキーを相手に初戦を1対2で、落とすが、2戦目を10対1と記録的なスコアで勝利した。準決勝も、ノビサドのノックを4対2で退け、決勝へ勝ち進む。 決勝では前年までに連覇をしていたビースケ、ベオグラードと対戦。初戦を1対1で終えるが、2戦目を0対1で、敗退し準優勝に終わった。1941年、ナチスドイツをはじめとする、通軸軍のユーゴスラビア侵攻により、国内リーグは休止された。終戦後王政が廃止され、ユーゴスラビア共産党の指導でクラブは解散させられた。 ボスニア・ヘルツェゴビナがユーゴスラビアを離脱した後、1992年にクラブは復活。FK スラビアの名でスルプスカ共和国リーグに参加した。2004年からはプレミー・エルリーガに昇格し、2009年にボスニア・ヘルツェゴビナカップで優勝した。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。